おーい、こんばんは。はい、どうですか？お元気ですか？まあなんとか、やってますけど、まあね、今日もね、総理大臣決まりましたね。なんかね、石破さんの目つきが、笑ってますね、石破さん。あの人は笑っちゃダメよ。ね。あの人、あの悪い目つきがいいんだから。あの悪い目つきが いいんだよね。石破さん、笑っちゃダメ。なんか違う人出てるのかな。なんか眼鏡かけてさ、笑ってるか。なんか違う人出てるのかな。それとあの奥さん、ちょっとあの人ね、俺心配だよ。なんかね、目の周り真っ黒で、なんかね、ちょっとあの人ね、大丈夫かなっていう感じ。あの人ね。まあ、かわいい人だけど。それから、なんだっけ、なんだ、あの人。菅ちゃんね。まあ、菅ちゃんは同じなんですよ、大学。彼は政治だけど、私は法学部で。だから菅ちゃんと言わせてもらう。あの人もなんか元気ないね。菅ちゃん。どうしたの、あれ。あれ元気ないで。なんか言葉がさ、途切れちゃってんじゃん。言葉途切れたら読めばいいのに 読めばいいんだ 言葉途切れちゃってんじゃん、あの人よ。大丈夫あれ。大丈夫 大丈夫あれ。まあ私だから同期なんですよ。菅ちゃんとはね、同期。だから、応援したいけどね。あの人は横浜でも知ってる。あの人ね、旭区でね、事務所あったんですよ。旭区で事務所あったんですよね。で、結構ね、私、旭区でいたから。で、あの人は、秋田の坊ちゃんなんだよね。あの人結構秋田の坊ちゃん。これね、横浜の旭区ってね、創価学会強いんですよ。すごく強かった、強いとこ。創価学会とね、ドンキ ドンキのある、メガドンキさんがあるところね。大体わかるでしょ。駐車場だ、マンションに住んでて、駐車場で車止めてね、ガタガタされましたよ。非常になんか、環境、なんていうの、治安が良くないとこ。旭区ね。要するに二股町、あの辺ですよ。あの辺だけど、マンションだからさ、駐車場にね、車、たらね、ナンバーが盗まれるし、傷なんていうもんじゃないんですよ。それでね、なんかね、ちょっとなんか、柄の悪いタクシー会社なんですよ、あそこら辺。だからちょっとね、なんかそういうところなんですよ。だからみんなね、なんかあの辺なんか、横浜で知らない人結構多いんだけど、私もどうかあんなとこ知らなかったんですよ。引っ越してね、マンションに走ったの。どうしてもしょうがないから駐車場借りるでしょ。で、外の駐車場さんと、ナンバー盗まれたりね、傷つけ、まあ、当時結構いい車に乗ってたんですよね。だそれもね、なんかね、全部私のこと知っててやってるような、知ってるやつ、やったやつがね。で、警察がしてもね、警察も全然なんかね、なんていうの、上の空だったね。非常に治安悪いところです、あそこ。まあ、住んでる方申し訳ないんだけどね。多分住んでる方もそういうの気づいてらっしゃる方、多分多いと思いますよ。まあそういうとこ。で、今日はね、これね、一発聞きました。州長の娘ね。州長って州長ですよね。州長ってわかります？南の、まあ、土人って言っちゃ悪いんだけど、差別用語になっちゃうかな、土人って。そういう州長の娘さんの話なのね。で、なぜかですね、これも戦時関与なんですよ。昭和5年。1930年です。で、これ作詞作曲、石田一松っていう人です。で、この人はね、広島県安芸郡の出身でね、1902年生まれですね。で、要するに歌手だとか、作曲、作詞からタレント、まあそういう人です。で、なんかね、1932年にね、柳家金五郎って言って、もう、なんていうの、金五郎ってもうね、喜劇の大御所なんですよ、日本じゃね。柳家金五郎つって、ハゲてってね。金五郎と、あと、江ノ健っていう人がいたんですよ。江ノ健ね。これはもう二代ね。
喜劇のあれだったんです。でこの人がなんか1932年にね、吉本、今の吉本興業ですよね、のトップスターだったんですね、金五郎が。でその人のあれでこの石田市松さんは吉本興業に入ってんですよね。でこの人はね、要するに戦後ね、まあ、タレントとして衆議院議員にね当選してんですよ。まあ議員さんだったわけ。戦後、1946年って昭和21年ですよね。で当時ね、要するにこの人ね、要するに漫談っつってね、漫談っていうとね、ちょっと前までね、牧伸二さんって夢だよね。やんなっちゃったってね、ウクレレ持ってね、やる牧伸二さんって有名な人がいたんです。その人が、この石田石松さんにすごく影響を受けたらしいんだよね。まあ直接のつながりはないんだけどね。で、この石田石松さんっていう人もね、戦前にこの要するに漫談みたいなことやってたんですよ。のんき節って言ってね。まあ、要するに世相をその、皮肉ったその漫談なんだよね。で、牧さんもそう、牧伸二さんもそうだったんですよ。すごく面白かったでしょ、牧伸二さんって。人気あったよね、この人。で、この石田さんっていう人もね、のんき節っていうのを流行らしたんですよ。これね、戦前なんだけどね、私なんかね、これ聞いたことあるんだよね。なんかね、そうやって最後はね、母のんきだねーっていう、あれ、そういう歌なんですよ。だから、牧伸二さんは、嫌になっちゃったって言うんでしょ。この石田さんは、母のんきだねーっていうのは、そういう歌。で、要するにね、世相をね、批判してるんですよ。そういう漫談ね。まあ、そういう人が書いた作詞作曲、昭和5年です。宗長の娘。ちょっと長いですね。まあ、いきますよ。まあね、いろいろあると思うんですよ。ね。私のラバさんって名前ね。娘さんの多分名前だと思います。マーシャル軍刀って出てきますよね。マーシャル軍刀ってわかりますよね。赤道直下のマーシャル軍刀ね。まあ日本のあれだったと。統治したってことです。その頃の話です。ね。ヤシの交換でテクテク踊ると。でね。で、踊れ踊れ。ドブロク飲んでて。ドブロクってわかりますよね。濁り酒でね。濁り酒。私も酒飲まないからね。最初ね。濁り酒って呼んでたね。あれをドブロクと読めらっしゃるんだね。で、首の祭りってのは、首の祭りって多分宗教の、ま、なんかそういうのだと思うんですよ。私はわかんない。まあそういう歌です。非常に楽しい歌ですよ、これ。昭和5年ですよ、これ。ね、昭和5年こんな楽しい歌歌ってたんですよ、みんなね。まあ要するにね、昭和の5年頃って、まあ多分強行、あれでしょう、世の中不景気だと思うんですよね。だからこういう歌を歌ったんだよね、あえてね。私も思います。だから歌ってね、そんなに大事なもんなんですよ。ね。世の中を明るくするもんです。人が声出すっていうことはね、世の中明るいも、明るいもんですよね。ね。だからよく、今声がでかい人ってさ、なんか悪者になっちゃってるよね、声のでかい人。私なんか悪者だもん。私なんか悪者だもんね。こう人と喋ってるとね、みんな振り返ってみるね。スマホで撮られないけどね。そういう雰囲気。雰囲気。でも、まあ、私はね、先祖がね、銚子の魚の仲買なんですよ。私のじいちゃんは。銚子でね、魚の仲買。声小さかったらつまんないでしょ。だからよくお袋にね、子供の時ね、男が声が小さいって怒られましたよ。男が声が小さくグズグズなんか言って怒られましたね。お袋ですよ、お袋に。そういうふうにして育ちました。だから私も横浜にいたんですよ。横浜なんかもね、やっぱりね、人と喋ってると私の声、でみんな振り向くよね。みんな、私の振り向くよね。そういう経験があります。まあそれはそうして。まあね、声がでかくて悪いことしたのは、ヒトラーぐらいです。悪いことする人声でかくないです。ね。悪いことする人みんな声小さいです。ね。そうですね。そうですね。押し付けちゃダメですよ。じゃあ、まあ行きますね。
私のラバさん、社長の娘、色が黒いが、南洋じゃ美人、赤道長か、マシャル君と、ヤシの木陰で、テクテク踊る、踊れ、踊れ、どぶろく飲んで、明日は嬉しい、首の祭り、踊れ、踊れ、踊らぬ者に、誰が、お嫁に行くものか、踊り踊って夜は更かし、明日はいずこでテクテク踊る、昨日浜で見た酋長の娘、今日はバナナの木陰で眠る。ちょっとふざけてます、歌い方ね。